政府とは、墓地の死体を、盗難から守るための仕掛けである。18世紀の初めより、スコットランドの解剖学校の付近では、死体泥棒が起きた。これは、医学生が解剖を学ぶために被検体が必要であったためであるが、死体は、政府から与えられる死刑囚の遺体などで、その供給は、管理されており、失望的なほど限られたものであった。スコットランド、 パースシャー、ロジエイトの教会の墓地にある、モート政府。外界や医学生は、医学知識の向上に尽力していたため、当局は、墓の洞窟を見て見ぬふりをした。何が起きているのか、公にならないように、告知は最低限に止められた。洞窟の事実が明るみに出ることは、暴動の原因となり、器物破損や臨地すら行われた。19世紀初頭には、 学校と学生の数の大幅な増加に伴い、人気のない墓地での洞窟や騒動が、都市の共同墓地での継続して起きた。死体を盗んで医学校に売るために人が雇われ、死体は海外にも輸送された。事実の暴露は、一般市民の激しい怒りを引き起こしたが、それは特に死と復活について、異形の念が強いスコットランドで顕著であった。多くの人々は、死者は、 不完全な状態では復活できないと信じていた。クリュニー墓地のモート政府多くの人が死んで間もないのを、親族や友人の墓を守る決心をした。金持ちには、重たい墓石や地下墓所、墓を取り囲む病や、鉄の檻を設ける余裕があった。貧困者は、荒らされたら、わかるように花や小石を墓の上に敷き詰めた。彼らは、 洞窟をより困難にするために、まだらに枝分かれさせて、穴を掘った位置。金持ちが、教会に寄付をした、大きな石が新しい墓の上に置かれたが、それはしばしば棺の形をしていた。友人や親戚は交代で、雇われ妊婦は夜通し番をした。見張りを保護するために監視所が建てられることもあった。エディンバラのある監視所は3階建て窓付き上格風で、ある。 監視人組合が街ごとに組織され、グラス号では2000名ものメンバーがいた。多くのスコットランド協会の集会場も監視人に使われた。しかし墓の洞窟は続いた。役中、その先に棺があるので外から見てありかがわからない。モート政府は1816年頃に考案された。鉄製もしくは鉄と石でできた非常に重いもので、 様々な構造をしていた。多くは重い鉄棒と鉄板の複雑なからくりでできており、軟禁状がかけられていたが、こうした例は、スコットランドの医学校の近くのどこでも見られる。鉄板が棺の上に置かれ、頭のついた鉄棒が鉄板の穴に通された。より厳重に保護するために2枚目の鉄板が1枚目の鉄板の上に重ねられ、それにより鉄棒が固定された。 これは二人の人間と鍵がないと外すことはできなかっただろう。モート政府は棺の上に6週間置かれ、死体が十分腐敗した頃取り外されて、さらに使用された。この様式のものはアバディンの博物館にある。教会がモート政府を購入し、賃貸に出すこともあった。モート政府を購入し、年会費で使用できるように管理する組合が作られたが、 ヒ組ミアインは使用料を払わなければならなかった。バークと部屋殺人が知れ渡るようになり、多くの人が恐れるようになった。ちょうどこの頃スコットランドで、地下墓所が一般からの寄付で作られ、規則による管理のもと利用できるようになった。これらのいくつかは、地上式で、アバディーンシャー近郊では、地下式、半地下式が主流であった。 アバディーンシャーのある村では珍しい形のもので、飾り病のついた分厚い木製の扉とその内側に、鉄製の扉がある円形の建物である。中は、回転式になっていて、缶オケを7本入れることができる。回転させることで次のものを入れることができ、一回り、して出てくる時には、死体はすでに解剖の役には立たなくなっている。エディンバラ。 グラスゴやアバディンにあるスコットランド医学校付近のすべての町ではおそらく死者を保護するために何かしらの手段を講じた。あるところではモート政府と監視の両方を行った。スコットランドの人里離れた地域には監視小屋があったが国境地帯ではノーサンバーランドに2カ所あるのみでイングランドの他の地方には見られない。モート政府のほとんどは 教会の庭か墓地にあるが、すっかり壊れて錆びついているものもある。例外としては、再生され、イーストロージアン骨董品学会の中期とともに、教会の玄関にかかっていたものがある。一つか二つは、博物館にあるが、展示されているものが、どのように用いられたかについて表示されているものは稀で、ある。モート政府とそれに類する保護装置に付随する文献は、 まだ現存しており、図書館や文書記録館にある。程よい状態のモート政府2機がスタリングシャーの旧アベルフォイル教会の外にある。この教会に最も近い医学校のあるグラス号からは 50km も離れているのになぜそこにあるかの説明は全くない。また、多少錆びたものがアバディーンシャーのカークトンスケンのスケン教会の外にある。ありがとうございます。